皆さんこんにちは。2023年の8月の10日木曜日でございます。パニオツラジオ12回目ということで、順調にいけば20回目標まで、手が届きそうなのかなというふうに思っておりますが、今日はですね、パニック障害のお話というよりはなんか病気全般のお話というか、まあ病気に悩んでいる人たくさんいるんだなーっていうようなお話がメインになるかなと思います。まず夏ね、本当に猛暑続いていて、もう10年前20年前とはわけが違う暑さというか、それまあ特に学生の頃ですよね。僕が、もう本当に体育館で部活やってたりとか、なんか水飲んじゃダメとかやっぱあったよね。なのでまあやっぱそれでも倒れてる人あんまいなかったからね。なんか朝会の時に倒れちゃう人いましたよね。でもあれは貧血ってよく言われたりしてたんだけど、今って多分そういうのもないんですかね。僕は別にいらないかなと思ったけどね。その校長先生のさ、もう長い話聞いててみたいなさ、あの時間ってさ、こうどうやって楽しいことを考えるかのトレーニングにちょっとなったかもしれない。なんか僕はやっぱ当初ってゲームとかが好きだったから、まあ例えばドラクエとして、あそこの謎解きどうやってやるのかなとか、なんかそんなことをね、まあ考えながら、もう話聞いてませんでしたけど。で、まあ夏僕なんか太るんですよね。すごくお腹出っ張っちゃって、過去最強に太ってます。で、これなんとかできないかなと思って、まあ、あれは何だったっけな、スマホの、インスタかもしんない。インスタかなんか見てて、ただ関連動画っていうか、なんかいろんな動画出てきますよね、最近ね。で、お腹をへこませるストレッチみたいなのが出てきたんですよ。足を、まあ、これ難しいな。仰向けに寝て、まあ天井を向いて寝て、右足を上げて、で、この時の上げるっていうのは膝が曲がってる状態です。右足を上げて、左足を上げて、そしたら、今両方とも膝を曲げて、こうギュッて上に上げてる状態ですよね。で、今度は、右から上げたら右から下げる。右下げて、左下げる。で、これで、地面に普通にこう寝ている状態。ちょっと説明すごい難しいんですけど。で、今度は左足上げて、右足を上げて、今両方上げてる状態。で、左足から上げたから、左足から下げる。左足下げて、右足を下げる。で、右足上げて、左足上げて、右足を下げる、左足を下げる。左上げて、右上げて、左下げる、右下げる。これを、繰り返していくだけなんですよね。そんな長くやんないで、30秒とか、でもなんか腹筋痛くなってくるんですよね。だから腹筋、効いてるなって感じがすごくて。これを今2週間ぐらいやってますね。で、僕何回か仮眠取ったりとか、まあそれで太るんですけど、ゴロゴロしちゃうから、そのベッドに横になったタイミングで必ずこのストレッチをやってから横になろうっていうのを決めているから、そう、まずベッドに横になったタイミングでストレッチをまあ30秒とか、1分とか、まあやって、で、仮眠をつる。で、まあすごいね、こう運動した後みたいになっちゃうから心拍数上がっちゃってるかもしれないけども、それはやんないと、多分、もうお腹どんどん、なんか今が境目な気がする。このまんま何もやんないと、もう一生お腹出っ張りのタヌキさんみたいなね、体型になっちゃうかなと思って。だから別に体型はそんな僕気にしないんですよ、人目は。ただ、やっぱり体脂肪がね、増えてるって、まあ、あんまり、やっぱ、その、体には良くないのかなっていうことで。まあ、あとね、歩くのがだるくなるっていうのはある。足に負担がすごいかかってる感っていうのがあって、あと T シャツを着ても、ちょっとやっぱきつくなってくるっていうかね。あとズボン関係は全部入んなくなっちゃうだろうね。そう、だから、僕も、冠婚葬祭とかあった時にね、久々にスーツとか、出すことあったんですけれども、やっぱもう入んないですもん。正直、これはあんま良くないんですけど、もうベルトとかも、一応、こうつけるんだけど、もう穴入んないから、もう隠してます。上で。そう、だから、ちょっとね、まあ、スーツも買い替えないといけないかなと思ってはいるんですけど、それでも2、3万だとして、例えばね。そう、まあ、痩せれば、それもね、全部なくなるっていうことで、まあ、どっちにしろ、少しちょっとね、
なんかできることからやっていこうということで、今ストレッチをね、やるようにしてます。まあ暑いから外で運動とかできないから、まあ一番筋トレとか、なんかこうエクササイズとかがいいですよね。まあ、昔、ブートキャンプってなんか流行って、ビリーズブートキャンプだっけね。だからああいうのでもいいし、まあラジオ体操とかやるだけでもいいのかもしれないんですけど、まあ本当に何も体動かさない。まあ、あれですね、ガーデニングで水あげるぐらいなんで、でもあれもね、本当に汗びっしょびしょかいて、シャワー浴びてってやってるんだけど、全然痩せないというか、お腹へこまないから、まあ、外出てこう、水庭にあげてね、で、ちょっとまあ、日も浴びて、ということはいいんだろうけど、まあ、痩せるってこととはまた別なのかな、みたいなね。もうヘロヘロに体力は削られている状況なんですけれどもね。はい。じゃあ早速今日、ちょっとね、テーマいきたいと思いますけれども、まあ、他のいろんな病気の話ですね。これたまたま YouTube で、魚鱗症っていう方、もう皮膚がろうそくみたいにただれちゃう病気なんですよね。だからアトピーはまあパッと色とか肌の質感ですぐわかると思うんですけど、それよりももっと魚鱗症の方が、まあ、ちょっとびっくりするような、まあ、見た目になっちゃうかもしれない。で、まあ多分魚鱗症、そうだ、次回のパニュースラジオも先に言っとくと、あんまそう触れてこなかったテーマ、恋愛ですね。これ結構でかそうなので、まあ今回も少し、そうそう、パニック障害とか、うつと恋愛みたいな、これテーマにつながってくるかもしれないんだけど、その、詳しくはまあ次回ちゃんと病気と恋愛の話をしていこうかなと思ってるんですけど、例えばパニック障害うつその他、統合失調症とか不眠症とか、まあいろいろとありますけど、自律神経失調症もそうだし、パッと見でわかんないじゃないですか。見た目ではね。だけど、例えば足が切断してしまったとか、まあ大きな怪我をしてしまったとか、あざがあるとか、人目でパッとやっぱ見えちゃう病気ってあるわけですよね。やっぱそういう人たちのやっぱり悩みっていうとまた全然違うんだなというふうに結構思いますよね。どっちかっていうと、パッとやっぱこう偏見の目じゃないですけど、そういうのと戦っていかないといけないから、もっとストレスの負荷とか、なんで自分はこんな風に生まれちゃったんだろう感がなんかすごいっていうかね。でその中で戦ってる人はたくさんいるんだなっていうね、まずいろんな、ことを知れたっていうのもあるんですけど、魚鱗症の方で初で結婚された方がいます。これね、魚鱗症の会っていうのがあって、やっぱすごい珍しい、まあ奇病、間違えた、奇病と言われているものなんですよね、おそらくね。まあ遺伝子の異常でっていうことだと思うんですけど、まあたくさんね、そういうのあります。骨がどん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 ね、硬質化していっちゃうとかさ、成長が止まんなくなっちゃう、なんかいろんな、まああるんですけど、病気もね。そう、でも今回の方は魚鱗症で、でテレビの取材入ってて、もうその時に彼女がいたんですよね。でテレビ局の人に、僕の彼女ですみたいな紹介していて、でそのまあ男性の方が魚鱗症なんですけど、その男性のお母さんも一緒に取材、まあ同じ家に住んでいて、まさかこの子がね、こんな彼女ができるとは、みたいなことを話してて、しかもその彼女さんっていうのが、なんかすごい、まあ可愛らしい方ですね。それで、その彼女の方にも、いろいろとそういった魚鱗症に対しては、大丈夫なんですかみたいな質問してて、まあその、基本的には全然偏見とか、嫌じゃないみたいな、あんま気にしていないっていうことで、最初だけなんかがって言ってたけど、なんだったっけな。まあ、どん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 こう、肌が、ろうそくみたいな雰囲気、なんかただれちゃうのか、いっぱい落ちちゃうんですよね。床とかにね。そこら辺の片付けが大変だかとか、ちょっと忘れちゃったけど、あと、その手を、まあ、握って、お散歩とかもしてるんだけど、仲良くね。手をそう握るのがどこをどう握っていいのかわかんないみたいなのもなんか言ってた気がするけど、もうそんだけ悩みとか、あとはもう全然気にせずに。で、まずはそういった、こういったね、魚鱗症の方でも、まあ、恋愛ができるっていうのはすごく、まあ素敵なことだな、みたいなふうに思ってはいたんですよね。で、それが、先月ぐらいに動画見たんだっけな。で、しばらくして、
で、また関連動画が出てきたら、魚鱗症の初の結婚みたいな、まあ動画があったから、あ、もしかしてあの人じゃないって、まあ先日動画見た人じゃないと思って見たら、まあその方が結婚されたと。で、また魚鱗症の会がその後あったみたいで、その時に結婚の報告をみんなにしていて、で、まあ、こういった病気でも結婚はできますみたいな。で、初めてらしいんですよね、魚鱗症で、まあそう結ばれたっていう人は。だから、相当、まあ、茨の道っていうのはありますよね。やっぱり人間っていうのは見た目で判断しちゃう部分っていうのがあるので。だから、僕はその女性の方は、まあ、すごいなという言い方は変なのかもしれないけど、まあ、そういう偏見の目なく、ちゃんと人、一人の人間としてね、お接することができる人がいるっていいなって思ったんですよね。まあまあそんなちょっとお話があるので、興味がある人は魚鱗症結婚とかで検索すると多分一発で出ると思います。で、その前に、そのまだ彼女だった時代というか時期の動画も出てくると思います。もう本当に魚鱗症のその回を見ているとね、たくさん、まあやっぱりこう見た目でもうすぐにね、魚鱗症ってわかるような、まあ風貌というかになっているから、まあ大変だと思うんですけれどもね、すごくね。で、その結婚された方はもうさ、その、なんていうかな、もう結果が出ているわけだからさ、みんなも結婚できますとか言ってたけど、いやでもそんな簡単なことではない。だから、まあ簡単じゃないから、もう諦めないでくださいっていうことを力説したいなっていうのはちょっと、そこはわかるんですけど、そこだけね、ちょっと、いやあんまりね、希望あるって言っちゃっても、それで、みんなが結婚できるっていうわけでもなさそうな、まあ、感じなので、なんか、そこは、どうかなとか思った部分は実際あったりはするんですけれどもね。まあでも、まあ諦めないでくださいっていうのは言いたかったのかなっていうふうには思いますけれどもね。はい。で、もう一個ね、そういったやっぱ見た目で結構衝撃的な病気があって、最近よく聞くんですよね。トゥレット症ね。チック症とも言われて、チック症より多分トゥレットの方が、なんか、びっくりしちゃうかなっていう。で、トゥレット症の方の関連動画もなんかね、一緒に多分その魚鱗症と一緒に出てきたんですよ。で、見てみたら、とある男性なんですけど、まあ、って変な声を出してしまったりとか、変な顔になってしまう。だからこれは変な顔っていうと、変な声とかってあんま、その変なっていうキーワードも、際どいんですけど、まあ、ちょっと他になかなか言い方が難しいんで、変わったっていいのかな、変わった声。でも、おえっていう声ですよね。えって。あと、ベロをベって出しちゃったりとか。まあ、ちょっと変わった顔になっちゃうっていうか。で、それが、15秒とか30秒とかに1回ずつ出てきちゃうんですよ、ずっとね。だから常に、なんか声を発している状態。で、多分街歩いててもそういう人って、まあ、いてびっくりしたことがあるみたいなね、ことも番組でやってた気がするんですけれども、そう、トゥレット症の今回のお話は別に恋愛とか結婚とかっていうことではないんですけれども、やっぱりその、人の見た目でわかる病気としては、相当、まあ、やっぱり、インパクトが大きいというかね、もしこの病気になってしまったらって考えると、いや本当に自分をコントロールすると感情のコントロールかなり難しいんじゃないかなっていうか、まあ外にやっぱり出るのは嫌になっちゃいますね、僕だったら。まあそこと向き合って、普通にちゃんと仕事をしている人もいるから、やっぱりすごい、もう想像を超えるぐらいの努力と、まあいろいろとプラスに考えて、まあ世に出ていっているんじゃないかなっていうのもね、ちょっとわかるような動画なんですよね。なので、まあ、これはあくまで僕個人のもう独り言なんですけれども、やっぱりいかに、深刻な病気がたくさんあって、で、毎日そこと戦っている人がいて、で、別にどっちが上とか下っていうのはね、それはないとは思うんですけれども、まあ、パニック障害とかうつとか、まあこういうのを見てしまうと、まあ電車に乗れないぐらいで何よとかね、ちょっと思ってしまうところはありますよね。
なので、まあ、他の、まあ、いろんな病気を知るっていう意味でも、ちょっと魚鱗症とトゥレット症っていうのは、なんか、チェックしてみると。で、特にその、まあ、次回あたりで恋愛のね、話も、なんかしようかなとか思っているんで、まあ、魚鱗症で初の結婚っていうかね、病気をしても、ちゃんと恋愛、結婚もできる。で、特に、恋愛で一番遠のかれそうな、やっぱり人の見た目で思いっきりこうインパクトがあるような病気なので、そこを乗り越えてしっかりと恋愛できるっていう人がやっぱいるわけだから、まあ、証明になってるというかね。だからそういうことを知って、まあ、ちょっと希望を持つというかね。まあ、そういう、まあ、こともいいのかなっていうふうに思ったので、今回はね、ちょっとラジオにしてみました。はい。そんなところかな。でも僕もね、昔、チック症みたいなのあったんですよ。目に力ギュッて入れちゃうっていうのがあったんですよね。あと目をパチパチしちゃうっていうのがあったかな。それチック症ってやっぱ言われたけど、別に病院で薬を飲むっていうわけではなかったかな。なんか、小学校の頃に、でも自分でも確かそんなことやってた記憶あんだよね。癖、でもあれはどっちかというとなんか癖ですね。はい。なんかギューってやっちゃうとか目パチパチしちゃうみたいな。なんかもう一個あった気がするんだけどね。で、うちの親があんたちょっとチック症かもしれないね、みたいななんかことは言ってたんですけど、まあ、亡くなりました。チック症は。あ、頭をね、なんか振っちゃうんですよね。ガンガン。ガンガンっていうと、ヘドバンみたいに振るんじゃなくて、なんか、頭をね、なんか上下にクイクイってなんか振っちゃうみたいな。それがね、ありました。で、なんか振るとね、頭ちょっと痛くなるんですよね。でもそれが、なんか僕の中でちょっと痛気持ちいいみたいな感覚になっちゃったみたいで、なんかそこを癖でね、だからまあ、なんとかな、まあパニック障害でも、爪もみとか、ちょっと気持ち痛いぐらいのマッサージみたいなあるじゃん。手を揉んでとか僕よくやるんだけど、ちょっと、ギューって揉んで、まあ、痛くないかぐらいの感じで揉むみたいな。なんかそれにちょっと近い感覚になったかもしれないね。頭をこう振ることによって、頭がちょっと揺れて、なんか一瞬頭痛みたいなのするんだけど、激痛ではなくて、なんか不思議な痛みみたいな。なんかそれで無意識に頭ガンガンって振ってたから、どうしたの?みたいな、言われちゃうことがあって、なんかそういった瞬間的にギュッて力入れちゃうみたいな、なんかあったんだろうね。で、しかも顔あたりだったから、あ、でもそう考えるとそうですね、トゥレット症ってやっぱ顔に出るのかな?だってこれが手とか足とかがいきなりね、反応しちゃったら危ないですもん。普通に多分歩けないだろうし、周りの人に手当たっちゃ、バーンと当たっちゃったりとかもするかもしれないから、あ、そこら辺ちょっと調べてみてもいいかもね。トゥレット症顔だけとかね。なんか今気づいた。自分も顔だと思って。そうですね。まあまあ、いろんなね、病気と本当に戦ってる人がたくさんいるんだなっていうことによって、ちょっと視野が広がる可能性があるので、まあ、よかったらトゥレット症、そしてまあ、魚鱗症のね、結婚された方のお話を、見てみるといいのかなと思いました。で、そしてもう一個、話変えまして、カウンセリングをね、初めてやってみました。やってみたというか、僕が、受ける方じゃなくて、する方をやってみました。で、一応まあ、心理カウンセラーの資格を持っていて、僕が取ったのはね、キャリカレさんですね。キャリカレ、資格のキャリカレのメンタル心理カウンセラー資格です。で、まあ、写真とか出せたら出しますけれど、一応テキストが4冊の、添削問題つって、まあ、テストの、まあ、仮問みたいなやつと、あとは精神学の基礎知識って、一応このテキストは読み込みました。で、テスト自体はもう正直言っちゃうと、これテキスト見ながらやって大丈夫なんですよ。まあ、大丈夫とは書いてないけど、基本的にはテキスト見ながらやらないと、まあ、何年もかかっちゃうぐらいの内容にはなってます。テキストの厚みはそんなにないんですけれども、まあそうですね、僕は多分、1、2週間でババッともう全部読んで、取っちゃいました。まあ、仕事してなかったんで、当初。そうそう、ちょうど転職活動していたタイミングだったんでね。まあ、一気に、ここの時間を使おうと思って、一気にもう読み込んじゃったんだけど、通常は1ヶ月、2ヶ月ぐらいで取るぐらいの、資格です。まあ、でも、もう本気でやろうと思えば、これ1日で全部、テキストは読めちゃいます。
うん、僕は本は普段読まないですけど、活字とか読むのダメで、最後に僕が読んだ本ってハリーポッターの一番最初のやつだから、20年ぐらい前で、その次に多分読んだのは電車男ですね。で、電車男はあれはスレッド、2ちゃんのスレッドまとめただけだから別に活字そんなないんですよ。そう、なのでそんなレベルが、2週間で取れたから、皆さんはもっともっと早いと思います。はい。で、あの、テスト自体は別にテキスト、まあ見ながら、あの、まあそれも書いてあったんで、あの、キャリカでメンタル心理カウンセラーの資格を取った人の体験談を見たら、まあやっぱり、まあその、堂々とは書いてないけど、まあ、別にテキスト、あの、見ちゃダメとかそういうのは書いてないんで、で、家でテストをやる形なので、あの、僕は大丈夫かなと思って、キャリカレさんにしました。いろいろとあるんですよ、心理カウンセラーの資格って、キャリカレさん以外にも。で、国家資格ではありません。はい、国家資格は臨床心理士とかで、まあ、これからどんどんこういうのって国家資格になっていくんですよね。メガネの視力を測る人っていうのは今、国家資格ないらしいんですけど、これもやっぱり眼科と、まあ、医療行為っていうことで、ずっとなんか議論はされてきたらしいんですよね。なので、メガネ屋さんの立ち位置と眼科の立ち位置全然違くて、でもメガネ屋さんって国家資格ないけど、まあ目のこう診断を、まあ診断というか、ね、検査をしてみたいな。で、メガネ作るわけで、これまあ、どっちがいいとかメリットデメリットあるんですけど、病気のことに言うとやっぱ眼科なんだけど、メガネを作るってなるとメガネ屋さんの方がやっぱレンズを知ってるから、メガネの形状とかね。だからまあ一概にどっちがっていうのは難しいんですけど、まあ国家資格が必要になってきたということで、まあ、だんだんこういう資格も、まあ、国家資格になっていくのかもわかんないけどね、大学に行かないといけないからね、国家資格になっちゃうと。で、まあまだ今の段階って、その心理カウンセラーとかも、別に自称でも、自分でやる分には大丈夫っていうか、社会に出て働くってなったとしたら国家資格は必要だと思うんですけど、だからまあデザイナーとかと一緒ですよね。自分は今日から絵描きですとか、陶芸家ですとか、そうですね、アーティストですみたいな、歌手ですとか、ギタリストですとかなんか言っちゃえば、まあ別に曲とか作ったりとか絵描いて、YouTube で発表してみたいなさ、まあギャラリーとか借りたりイベントに出てもいいんだけど、まあ、そういうのとなんかちょっと雰囲気は似てんのかなみたいな。でまあ一応まあカウンセリングの僕は、その、方やる方も、まあ興味はあったっていうか、やっぱいろんなことをもともとお悩みを相談される側だったし、あとは、まあ何年になったの ?14、15年かな、パニック障害でいろいろと得た知識もあって、自分が経験しているので何より。やっぱ病院のいろんなね、診療の医師とも会ってきましたけれども、やっぱりね、先生は病気をみんな体験しているってわけでは、中には体験して、先生になったっていう人もいるかもしれないんですけれども、やっぱり実際になってみないとわかんない部分っていうのもあると思うんですよね。で、なったとしても、どう乗り越えていったかって人それぞれ違う。まあ、それはやっぱ経験になっていくわけだから、まあ自分の目線から、まあカウンセリングで生きてくることってあるんじゃないかって思って、ちょっとやってみて、そうですね。で、うちはその猫部屋っていうところがあって、猫がいる部屋なんですけど、ちょうど動物と触れることもできるから、猫好きさんがね、動物と触れ合うことで、まあ、ちょっとうつ状態から解放されるとか、まあやっぱりその動物と触れることでオキシトシンっていうのが出る可能性があるっていうか、まあ多分いろんな物質が出てるんだろうけど、まあ単純にね、そういう医学的なことを抜きにしても、ね、好きな動物と触れ合うことっていうのは、まあ、辛いことをちょっと忘れるきっかけにも、ね、その時間だけでもなればいいなっていうのもあるんですけど、プラスアルファで、まあしっかりお悩みもちょっと聞かせていただくみたいなことができたらいいんじゃないかなっていうのが、まあ1年前にあって、で当初はちょうど仕事をまだ探し中だったから、じゃあ自分の家でできることをやろうと。ということでカウンセリングの資格を取って、だから皆さんもなんかこう仕事を今辞めようかなとかお休み中だよっていう人は、これキャリカですぐ資格取れるので、一応取っておくだけ取っておくでもいいかもしれないですね。まあ、カウンセリングやるやらない関わらず、なんか病気の知識は入るっていうか、ああこういった歴史があるんだとか、精神医療とかね、まあ、そういった
ところからスタートをしていくので、あと開業サポートまでついてます。このキャリカネのやつってびっくりしました。だからまあクライエントさんって言うんだけど、まあ相談に来る人とどういうふうに向き合えばいいかっていうのもシミュレーションしていくみたいな、まあそこまでちゃんとテキストになってんだと思って、まあ、ちょっと感心した部分はあるんですけどもね。なので、あと動画とかもあったりもしたかな。すごくね、時間がある方は、ちょっと、カウンセリングについて、まあ、病気を知るっていう意味でも、ちょっとね、やってみた。今日のラジオのテーマは、なんか、いろんな病気を知るとか、病気にもう少し向き合ってみようみたいな感じかもしれないですよね。まあ、精神的な病気じゃなくても、魚鱗症だったり、トゥレット症だったりとかね、まあ、いろんなすごい難病ってたくさんあるのは分かってはいるんですけれどもね。そう。で、そうそう、カウンセリングしてみたんですけど、もともと、1年間はね、メッセージ来なかったんですよ。あんまり宣伝も打ってなかったんで。で、すぐに、まあ僕の本業、レタッチャーって言うんだけど、見つかったので、まあ4ヶ月ぐらいはかかりましたけど、だけど、まあ仕事が見つかってからはもうカウンセリングのことってもうね、ずっとホームページも放置状態で、そしたら、今年入ってから、なんか2通メッセージ来たんですよ、突然ね。で、そのうちの1人はちゃんとなんか来てくれたっていうか、そうですね。で、先日初めてカウンセリングしてみたんですけれども、まあ難しいですね。で、ベストが尽くせたかっていうと、まあ一応できることはできたんじゃないかなとは思うんですけど、その満足感ですよね。やっぱりお相手が来てよかったなって思ってもはもらいたいと。なんですけど、やっぱそこってなかなか難しくて、そうですね。カウンセリングって、やっぱり話を聞いてもらうだけで楽になりますっていう人だったらいいんですけど、やっぱ具体的に解決策が欲しいとか、お悩み相談の方になっちゃうと、ちょっとまたそれはニュアンスずれてくるので、まあその辺ちょっと難しいなと。だから話す力より聞く力って言うんですけど、そっちの方が全体的になんか難しいって言いますよね。上手に聞く方が話を。その傾聴の技術がかなり必要なのがカウンセリング。そうですね。で、こっちはなるべくアドバイスを一応しないっていうことにはなってます。あくまで相手に寄り添っていくっていうか。で、まあカウンセリングの一番の目的としては自己解決能力を、まあ身につけるってことなんで、まあその、こちら側が全部問題を解決するとかじゃなくて、自分で、まあその相談者、クライエントさんが自分の力で今後もこう解決できるようにしていくっていうようなことなんですよね。でも僕ね、それができないからカウンセリングに来てるんじゃないかなっていう部分があるから、別に手を差し伸べられる部分に関しては、カウンセラーさんがバーッとなんかもう問題解決の糸口を見つけてあげて、でもいいとは思うんですけどもね。まあまあそこら辺は考え方はいろいろとやっぱね、テキストを見て、これ、ちょっと話聞くだけだとな、問題解決にならないなとか思ったんだけど、でも、そもそも話を聞いてもらえるだけでいいって来てる人は別にね、それだけでもいいのかとか、いろいろとまあ勉強になるところってあるんですけどもね。それはやっぱクライエントさんがどうしたいかっていうのがあるから、まあ今回は悩みの話とかは全部もちろん言えないので、まあ仕事絡みの悩みでした。で、なんかね、パニック障害とか、うつの方なのかなって思っていたから、なんか病気の話であれば僕も経験談は話せるかなと思ったんですけど、まあ、実際は病気とかではなかったんですよね。で、まあ職場のちょっと悩みがあって、ということで話を聞かせていただいたんですけど、なんか僕の中では結構なんかもう解決に近づいている感じだったんですよ。だからすごい今もう致命的でとか、本当に毎日悩みでみたいな、まあ雰囲気ではなくて、一応悩みはしっかりとあったんだけれども、すごく、自己整理というか、なんか問題に対してすごく理解をしていて、それに対してちゃんと行動もできているっていう方だったんで、なんか、全然何の問題もないっていうか、むしろすごくいい方向に行っているから、もうこのままでいいんじゃないですか、みたいな、ちょっと感じだったんですよね。だから、なんか、逆に自分の出る幕があんまりなかったっていうか、まあ、ただ話はもうすごく一生懸命なるべく聞くようにしてっていうのは心がけました。あとはまあね、来てよかったなと思ってもらえてるかっていうのはなかなか難しいので、まあ、最後はちょっと猫ちゃんと触れ合う時間を作って、
まあ、うちのポニョってハチワレがいるんですけど、ハチワレのポニョの方がなんかそのクライエントさんの手をずっとペロペロ舐めてて、で、ちょっと大丈夫ですか？舐められるの？みたいな。舐められるって変だけどね。いや、もう全然なんか、気持ちいいんで大丈夫ですみたいなことなんか言ってて、だからよかったと思ってさ、ね、なんかちょっと嫌な人もいるじゃないか、わかんないけどね。ちょっと汚いとか、潔癖症の人は動物は、その、撫でれるけど、やっぱ、ねえ、直接体液が触れるのってどうかなとかいろいろと気にはしちゃったんだけど、まあ、本人は別に大丈夫ですって、まあ一応ね、言ってもちゃんとお手拭き用意して手洗ってもらいましたけれどもね。うん。まあまあ、なんとかちょっと猫と触れ合って帰っていただいたので、最悪カウンセリングの方で、あーんって首かしげる感じだったとしても、まあ猫ちゃんとちょっと遊べたからいいや、みたいな、まあ雰囲気はあったんじゃないかなと思ったりはするんですけれどもね。はい。まあそんなわけで、あとはまあ料金設定も半額にしております。まあ通常は1時間2000円とか5000円、あ、違う、1時間4000円か。4000円、5000円が相場です。都内だったとしたらね。まあ保険聞かないんで、保険聞く場所もあるんですけど、僕はあんまり聞いたことないですね。まあよく知人では、保険聞くよとか、保険聞いたよとか聞くんだけど、僕が行っている心療内科では、保険適用のカウンセリングをしているところは一箇所もありませんでした。はい。なので、まあ、満足感が低いと思います。カウンセリングで全体的に。で、1時間だって4000円もかけて話聞いてもらうのかっていうのもね。だから、やっぱり一番は話を聞いてくれるお友達とか、まあ SNS でつながって、お互いちょっと悩みを打ち明けませんかみたいな環境を作っておく方が、なんかね、お金もかからないし。ただやっぱその専門家に聞いてもらうというのとは多少ね、差があるかもしれないんですけれども。だから一番いいのはなんかお試しで、初回だけはなんか1000円だけにするとか、なんかそういうことでも別にいいんじゃないかなと思ったりはするんですけどね。ちょっとやっぱ料金設定がカウンセリングってめちゃくちゃ高いから、でもやってることは、まあ言っちゃ悪いけれども、話を聞いてあげるだけ。まあその技術が一番難しいっちゃ難しいんですけどね。まあだからね、ちょっとすごい世界だなと思って。で、うちの場合は、まあ個人でもちろんやってるから、別に半額ぐらいでもいいや、みたいなね。だ僕がやっぱり病気の時って、カウンセリング何回か受けたいなっていう気持ちはあったんだけど、やっぱり周りでカウンセリング受けたけど別に何の解決にもなってないっていうか、まあ、もともとカウンセリングで解決って、ね、自己解決能力を上げるとか、やっぱ、どっちかっていうと話を、こうするだけでいいみたいな人じゃないと合わないっていうのはあるとは思うんですけれども、まあすごい良かったよっていうのは話はあんまり聞いたことがない。あと SNS でもそうでしたね。カウンセリング受けてみたけどみたいな、まあ 1,2 回で終わっちゃったとか、まあ高いしとかね。だからちょっとカウンセリングに対してあんまり僕いいイメージってなかったんで、そこを、まあ、例えば猫、動物と触れる形、プラス要素をね、カウンセリングだけじゃなくて増やしたりとか、まあ値段の設定も、まあ自分一人でやる分には、別にそんなね、1時間4000円も取んなくてもな、みたいな。半分ぐらいの設定でも十分。それでももらってるなーというやっぱ感覚だったりするから、まあ、その辺は、まあ少し、このぐらいであったらいいなってね、満足度に影響出てくる部分はあるのかなと思いましたけれどもね。では最後にね、質問だけ答えて終わりにしたいと思います。頓服がないと出られません。これがないと不安というものはありますか？という質問が来ております。そうですね、まあ、頓服は僕も未だに持ち歩いてますよ。やっぱお守りって言いますけれども、ないと不安になりますね。で、僕はね、まあ、ピルケースっていうんですか？やっぱね、100均とかに売ってますけれども、小さなケース、薬入れる。それに入れてたかな。今はまたちょっと違うの。クリーム、ハンドクリームのなんかすごいちっこい版があって、それに入れて、まあ、ポケットに鍵と一緒にも入れるっていうか、鍵とその薬がなんかセットになってますね。で、やっぱり、頓服、そのお守りになっちゃうと、忘れた時にわーっと不安感きません？あ、忘れちゃったどうしようみたいな。もしね、発作起きたらっていう、やっぱそっちの予期不安的な部分に直結しちゃうので、まあ財布の中に入れてたりとかもします。財布は大体持ち歩くので、もし
その、トンプクのケース忘れちゃっても、まあ、財布持ってるから大丈夫か、みたいな。あと、リュックの中にも入れてたりしたかな。もう三重装備みたいなね。三重に保険かけてたりとかも しましたけども。まあ、最近は、まあ、さすがにもう14、15年になってくると、多少近ければ、お買い物をするぐらいであれば、トンプク忘れちゃったりしても、大丈夫にはなりました。で、もう一個セットだったとすると、まあ、前から言っているマグカップっていうか、マグカップじゃない、なんて言うんだっけ。マグカップでいいのかな、外に持ち歩けるやつ、水筒みたいなちっこいやつね。あれを持ち歩いて、必ず水分が取れる形にはしてます。やっぱ、緊張すると喉が硬くなっちゃうっていうかね、肩に力が入るっていうか、お茶をとか水でもいいんですけど、まあ、なるべく入れて、そうですね、もうリュックの横に入れる形にしちゃってますね。カバンの中入れるとかでもいいんだけど。だからまあ、どっちかというと水分の方は薬が飲める状況の水っていうよりは、なんか、水分を飲むことでちょっとね、なんか、落ち着くんですよね。なので、まあ半々か、薬を飲むための水でもあるし、なんかこう、水分を補給することによって、こう、喉の緊張をほぐすみたいな、そういうのもあって、これがないと不安っていうのは、頓服ももちろんなんですけど、僕は水です。で、これも最悪水も、お買い物エリアだったとしたら、まあお金はかかるけども、もう、ペットボトルとか買って、どっかで、まあ自販でもいいし、水分を取ることも可能だから、まあ、そうですね。結構自転車でちょっとだけ遠出するよ、みたいな時に、あ、水筒忘れたってなっちゃうと、あ、どうしようかな、みたいな、ちょっとこのエリア買い物するとこなかったんだ、みたいな感じだと、まあ多少大丈夫かな、みたいにはなっちゃう時はあるけど、そうですね。まあ、あんまりやっぱりね、普通に、まあ、どっか遠出するときは必ずその辺は用意周到っていうかさ、ちゃんとやるから、そんなに問題にはならないかな。あと、まあ、どっか遠出で行くときは途中で気づくと思うんで、そのときになるべく、まあ、コンビニとかあるうちに買っておくとか。まあ、まだ、薬忘れたってより水忘れたの方がどっかで、補うことができるからね。かもしれないんですけれども、でもそれはもう習慣になっているから、あんまり忘れるっていうことは少なくなったかな。はい。まあちょっと他にもあったかな、これがないとっていうのは。そうです。あとなんか寝るときに、例えば不安で寝れないという人は抱き枕とか、なんかそういうのあってもいいかもね。自分は抱き枕じゃないけれども、布団を丸めてちょっとギュッてやると落ち着くっていうのありますよね。抱き枕買おうかな。で、一回昔持ってたんですけどね、なんかボロボロになっちゃって捨てちゃって、そっからもう使ってないんですけど、それでもなんかわかりますよね。こうなんかギューッと何かを抱きしめていると落ち着くって、なんかある、母性本能的ななんかね、あるんでしょうね、きっとね。まあそういうのもあるんじゃないかな。寝るといいとか、寝るときは抱き枕とかね。あとは、もう一個ね、別にこれはないとっていうわけではないんだけど、よく100均とかでも売って、るんだけど、ツボをマッサージするような、なんかイガイガのトゲトゲみたいな、なんかボールみたいなありませんね、なんか出っ張りがあるようなボール、あれのもうちっこいやつをよく持ち歩いて、ギュッてギュッてギュッてなんかマッサージしながら歩いたりとかしてると、ちょっとまあ爪もみとかと一緒なんだけど、そっちに意識がいくから、なんか落ち着くみたいなのあったかもしれないんで、なんか100均に行ってね、そういったなんかツボを刺激するような何かアイテムとかも、なんか一個持っててもちょっといいのかもしれないですね。はい。ではでは、今回はちょっとね、パニック障害っていう話の枠を飛び越えて、他の病気の話とか、してみました。ね、魚鱗症とか、やっぱ見た目のその、なんていうかな、偏見っていう意味では、まあ精神的な病気とはまたわけが違うから、そういった方向性の病気で苦しんでいる人のこともちょっとね、知っておくみたいなね、話と、あとまあ恋愛の結婚されたということで、またそうですね、病気と恋愛という話は他のところでお話ししようかなというふうに思います。では今日も40分とか、最近ちょっとね、ラジオ長くなっちゃって申し訳ないんですけれどもね、また次回のラジオでお会いしましょう。さよなら。